本日紹介するのは、グラビアアイドルの池田優奈さんです。彼女は1995年生まれ、神奈川県出身です。2019年6月、池田さんはアイドルグループ、リバース東京のメンバーとしてデビューしましたが、同年12月にグループが活動休止となり、それに伴い脱退しました。2020年には映画やテレビドラマに出演し、ファースト DVD、ユーナとくんの夏休みが発売されました。2020年11月には、グラビアアイドルを多く擁する芸能事務所 GDL エンターテインメント所属の7人で構成されているポッチというアイドルグループに加入しました。2021年にはミスヤングチャンピオンオーディションの決勝に進出し、見事第12代目グランプリに輝きました。また、ショールームや SNS 審査員投票など7部門中部門で1位を獲得するなど、人気の高さを証明しました。勢いそのままに、初のデジタル写真集、G カップバニーを発売しました。2022年には、ぼっちの卒業が発表され、同年3月にバプール東京で最後の公演を行いました。2023年には舞台、各校の避難に日は当たるに挑戦される予定なので、今後はグラビアアイドルだけでなく女優として見る機会が増えるかもしれませんね。まだまだ一般的な知名度はこれからだと思いますので、今後池田優奈さんが一層活躍されるよう応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。